国家人権委員会は、すべての個人が持つ不可侵の基本的人権を保護し、その水準を向上させることで、人間としての尊厳と価値を具現化し、民主的基本秩序確立に寄与することを目的として、制定された大韓民国の国家機関。委員会は、独立的地位を保持する委員会として、放送委員会のように、立法、司法、 行政のいずれにも属さず独自に業務を遂行する。委員会は社会各界各層の利害関係により設置過程から事務どころ設置までの過程が穏やかではなかった。1993年6月10日、ウィーン UN 世界人権大会で大韓民国政府に国家人権機構設置要請があったのを契機に1997年11月金。 大中大統領候補が人権法制定及び国民人権委員会設立を選挙公約として発表した。1998年近大中政権で国家人権委員会設置を骨子とした計画を発表した。その後政府では法務部所管で国家人権委員会設置を骨子とする法案を提出した。これに大使アムネスティなどの市民団体は 法務部署官としての機構の設置反対を持続的に主張し、2001年5月24日、独立した委員会としての地位を持つ国家人権委員会法が制定された。しかし事務所定員と予算による行政自治部との葛藤があり、これを調整していく過程が長くなり、結局国家人権委員会事務所は2002年4月1日、発足した。 国家人権委員会法第19条により、以下の業務を遂行する。人権に関する法令、制度、政策、観光の調査、研究及びその改善に必要な事項に関する、勧告、または意見の表明人権侵害行為に対する、調査と救済差別行為に対する調査と、救済人権状況に対する実態調査人権に、対する教育及び、 広報人権侵害の累計判断基準及びその予防措置等に関する指針の提示及び、韓国国際人権規約への加入及びその条約の履行に関する研究と勧告、または意見の表明。人権の擁護と慎重のために活動する団体及び、個人との協力人権と関連する、国際機構及び、外国の人権機構との交流、協力その他に、 人権の保障と向上のために必要だと認める。自公委員会会議の議決は特別の規定のない限り、在籍委員の過半数の賛成で成立する。委員会は、国会が選出する者が4人、大統領指名の者が4人、王邦委員長指名の者が3人の、計11人の委員で構成される。そのうち委員長は1人、常任委員は3人おり、 4人以上は女性でなければならない。ありがとうございます。